イベルメクチンは、マクロライドに分類される、蛍光駆中薬である。腸管粉染中症、海鮮、毛包中症の治療薬でもある。商品名は、ストロメクトール製造、マルホ販売。放染菌が生成するアベルメクチンの化学誘導体。静岡県伊東市内のゴルフ場近くで採取した土壌から、大村里氏により発見された、放染菌。 ストレプトマイセスアベルミテリスが産生する物質を元に MSD が創薬した。線虫のシナプス前神経終末においてガンマアミノラクサンの有利を促進することにより接合神経シナプスの刺激を遮断する。球中や上中では抹消神経伝達物質としてギャバを利用しないため無効。犬では胃のョウ中症の予防のために使用される。 犬ウムシのミクルフィラリアが、血中に存在している犬にイベルメクチンを投与すると、ミクルフィラリアが一度に死滅し、発熱やショックを引き起こす場合がある。したがって、イベルメクチンを予防薬として使用する際は、犬ウムシの感染の有無を検査する必要がある。同行薬として、ミルベマイシン、ミルベマイシンをキシム、マデュラマイシンがある。また、スピノサドと共用したり、 コリー系に使用したりすることは、ミクロフィラリアが存在しなくても、蒸気のことを引き起こすことがあるため、イベルメクチンは使用禁止となっている。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの間に、イベルメクチンは、新型コロナウイルスの治療と予防に有益であると、主張する不確実な情報が広まった。そのような主張は、信頼できる科学的証拠に裏付けられていない。 イベルメクチンは、無脊椎動物の神経、筋細胞に存在するグルタミン酸作動性 CL、チャネルに特異的かつ高い神話性を持ち結合し、CL に対する細胞膜の透過性を上昇させる。これにより、CL が細胞内に流入するため、神経細胞や筋細胞の過分局が生じ、寄生虫が麻痺を起こし死滅する。日本では、診療報酬的疾患として、 腸管粉仙中症及び回仙がある。粉仙中では2回、回仙では1回服用できる。2回内服する場合は1から2週間空ける。線微仙中によるクレッピングディジーズに効果があったとの報告もある。重大な副作用に中毒性表皮栄臭回症、皮膚粘膜癌症候群がある。1981年に人よりも先に動物へ投与された。 牛羊の粘イム虫、オステルタグイムシ、毛用船中、クーペリア、超結節虫に対し、口中性を有するほか、粉船中属に感染した犬、馬に対して口中性を有する。さらに、馬における、軽武士ムシのミクルフェラリアに対しても有効である。一方、牛用口中剤イベルメクチンを投与された後は、排出粉中に3週間程度検出され、 ハエの幼虫の死亡と溶化率低下が報告されている。合わせて、畜舎周辺で捕獲されるハエ類の減少も報告されているが、ハエ類が減少しているため、糞分,分解活動も抑制される。犬、猫に寄生する肥前ニの一部に、イベルメクチンに対し薬剤抵抗性を有した事例の報告がある。例えば、日本では、 馬に対する1日摂取許容量として 0.001mg、kg 体重、日が設定されている。イベルメクチンはクリアランスが極めて低く、また血中イベルメクチンの93%程度はアルブミンと結合している。肝臓で代謝を受けたイベルメクチンは、ヒドロキシル誘導体となるが、これら誘導体の水溶性は低く、ほとんど尿中排泄されない。 このような科学的、薬理学的性質から、血中半減期は、かなり長く、なおかつ蒸気の通り、致命的な副反応は、ほとんど見られないために、臨床上大変有用な薬物である。また、蛍光灯予後のイベルメクチンは、脂肪細胞と肝臓細胞に極在する。そのため、使用性が著しく高いと予想され、すなわち、血液の関門を容易に通過できるはずであるが、 自臨症において、中枢神経系の抑制を示すことは、ほとんどない。これは、脳血管内非細胞に発現している、タンパク質である、P 等タンパク質によるイベルメクチンの細胞外、組み出し機能によると考えられている。仮に、血液の関門を通過した場合は、グルタミン酸作動性 CL チャネルと比較して、強度1、0 0程度のガバー受容体作動性を示すので、 寄生虫感染などで血液脳関門の破綻した患者への投与は避けるべきである。試験管内での試験ではイベルメクチンがナインティ1 9に効果を持つことが示された。しかし、人でもそのような効果を得るためには大量投与する必要があり、有害性を排除できない。現時点では有効性はない可能性が高く、臨床試験以外では使用しないことが推奨されている。 多くのランダム化比較試験が軽症、または中等症の COVID-19 患者を対象として実施されているが、大半はまだ査読されておらず、プレプリントの状態である。これらの研究は規模が小さい、研究デザインに問題があるものが多い、大半の研究が先進国以外で実施されている、一回投与量や投与期間が様々である、などバイアスの除外が困難である。 効果ありとしたメタアナリシスでは対象とした論文の2、3は査読されていない研究であること、解析対象となっていた死亡を著名に減少させた効果を示した論文がデータ改ざんなどの疑いで撤回されたことなどから結果の信頼性は低いとされている。いくつかの国では有効性のエビデンスが不確実にもかかわらず、すでに闇市場や 動物用医薬品の不適切な財形で薬が使用されているため、医師の管理下における適用外使用を許可している。一時的に公式の許可を与えた国には、チェコ共和国、スロバキア、フィリピン、インドなどがある。ペルー、メキシコ、コロンビアの都市カリなど、いくつかのラテンアメリカ政府の保健機関は、プレプリントと事例証拠に基づいて COVID-19 治療として、 イベルメクチンを推奨した。根拠とされた研究は有効性を検証できなかったため撤回されており、これらの推奨事項は後に、反米保健機構により非難されている。南アフリカでは、イベルメクチン利益団体が、南アフリカ健康製品規制当局に対して、訴訟を起こし、その結果、COVID-19 におけるコンパッションネート仕様が認められた。 使用には医師らの厳重な管理を条件としている。サハプラは、イベルメクチンを治療薬として使うには、科学的根拠が乏しいとの認識を示すが、すでに国内で非公式に広く使われ、違法な輸入品や偽物が出回っているため、政府の制御下でのホーズな流通に歯止めをかけたいとの思惑がある。 COVID-19 のイベルメクチンに関する多くの研究には深刻な方法論的限界があり、証拠の確実性は非常に低くなっている。その結果、いくつかの組織は COVID-19 に対する有効性の証拠が弱いことを公に表明した。アメリカ食品医薬品局は COVID-19 の治療や予防にイベルメクチンを使用してはいけない理由というページを ウェブサイトで公開している。アメリカ国立衛生研究所の COVID-19 治療ガイドラインはイベルメクチンの証拠が限られているため、その使用を推奨、または反対することはできないと述べている。イギリスの COVID-19 治療諮問委員会は、COVID-19 治療としてのイベルメクチンのエビデンスに基づく理論と妥当性は、さらなる調査を進めるには不十分であると判断した。 欧州医薬品庁は適切に設計された治験以外での COVID-19 への使用を指示しないと述べた。また、世界保健機関はイベルメクチンが COVID-19 に効果があるという証拠が非常に不確実とし、治験以外では症状の内容や期間に関わらず、いかなる患者にも使用すべきではないとの声明を発表した。2021年2月、 イベルメクチンを製造販売する MSD 製薬はイベルメクチンが COVID-19 に効果があるという十分な根拠はなくデータ不足で COVID-19 患者への投与が安全かはわからないとの声明を発表した MSD 製薬はイベルメクチンを COVID-19 の治療薬として適用するための臨床試験は行わず別の新薬の開発を行っている 2021年7月、有効性の最大の根拠となっていた論文に、鉄像が発覚して撤回されたため、この論文を含んだメタアナリシスも撤回されることが報告された。撤回された研究を除いた改定が行われている。2021年7月28日、国欄デビューは、現段階のエビデンスからは、COVID-19 患者の入院、外来治療、 およびハイリスクワクロゴの感染予防に使用されるイベルメクチンの有効性と安全性については不確実と結論付けた。国内外において新型コロナウイルス感染症への知見がなされている。日本オーストラリア2020年4月4日、オーストラリア南東部メルボルンのモナッシュ大学の研究チームはイベルメクチンに SARS コロナウイルス2を抑制する効果があったと発表した。 試験管内での実験で1回量のイベルメクチンで同ウイルスの複製を48時間以内に止めることができたとしている。臨床試験を行い、できるだけ早く COVID-19 の治療薬として応用したいとしている。アメリカ2020年4月に後期性虫薬のイベルメクチンに死亡率を下げる効果があるとする報告をアメリカのユタ大学などの研究チームがまとめたが6月8日、 までに取り下げられた。取り下げられた理由として、別の医学誌で取り下げられた論文とデータ提供元が共通しており、データの信頼性が疑われた可能性があるためである。患者の臨床データは、米データ分析会社のサージスフィアが提供しており、同社が関わった新型コロナウイルスについての論文は、取り下げが相次いでいた。イギリス2021年1月4日、 イギリスデイリーメールによると、イギリスリバプール大学のウイルス専門学者、アンドリュー・ヒル博士が全体臨床試験資料を総合分析した結果、イベルメクチンが投与された患者573人の中では8人、プラセボが投与された患者510人の中では44人が死亡したことが分かり、イベルメクチンが新型コロナウイルス致死率を 最大80%まで減少させるとの主張が提起された。イベルメクチンを本感染症の治療薬として研究している科学者らはこの薬が新型コロナウイルスのライフサイクルを妨害するものと見ていると報じられた。同件についてヒル博士はイベルメクチンは患者の体で新型コロナウイルスが除去されるのにかかる時間を大きく 短縮させることが分かったと説明している。2021年7月、有効性の最大の根拠とした致死率を減少させたとする論文に捏造が発覚して撤回されたため、この論文も含んだアンドリュー・ヒル博士のメタアナリシスも撤回された。フランス2021年3月5日、フランスのバイオテック企業のメデンセル社は、医薬品であるイベルメクチンの安全性を証明する。 包括的な安全性試験のプレプリントを報告した。その分析結果に基づき、ナインティ1 9の新たな適応症として、保健当局の審査を妨げるような安全性の懸念はないと宣言した。この研究は、著名な毒物学者である、リオン第一大学名誉教授のジャック・デスコーツ博士によって承認されたもので、様々な医学、科学雑誌からの350以上の論文び、 報告の後半な分析を含み、この分析結果を社内で認められている学術誌に提出し、査読を受ける予定と発表した。イスラエルイスラエルのトップ研究者である感染症専門医が主催した、小規模ながら重要な無作為化二重、毛検臨床試験において、早期発症の継承を COVID-19 患者100名を対象に、イベルメクチンがウイルスの排出を抑え、 臨床症状の悪化を軽減する可能性があることが示された。テルアビブ大学サックラー医学部教授でシーバメディカルセンターにあるチリネッタ医学センターの所長であるエリ・シュワルツ博士は2020年の夏からこの臨床試験を実施した。イベルメクチンはコビットナインティーン患者のウイルス排出量を全体的に優位に減少させ、さらに 疾患の進行を測定するには、サンプル数が不足しているものの、寄生虫の治療に通常使用される薬剤が、感染期間を短縮できることを明らかにした。シュアルツ博士は発表の中で、データはイベルメクチンが実際にコ交ー,ーズ株マイナスに、活性を示し、ウイルスの排出期間を短縮し、感染性の時間を減少させるとした。また、イベルメクチンは、 基地の容量であれば非常に安全な薬であることを強調した。投与量は大幅に多いわけではないが、本試験では有害事象は認められなかったと説明した。シュワルツ博士は、公衆衛生に大きな影響を与えるイベルメクチンの可能性を活用するには、さらに多くの研究が必要であると結論付けている。ブルガリアブルガリアの製薬会社ヒューベファーマが、 2020年5月から10月の期間において小規模なイベルメクチンランダム化20盲検第2小臨床試験を実施 COVID-19 患者計100人を対象に400マイクログラム、キログラム3日間投与開始後3点に4日目にウイルス除去バイオマーカーの抑制と正常化を観察副作用なく臨床的改善が示されたヒューベファーマは 第二小臨床試験が有望な結果をもたらしたことから、イベルメクチンの国際特許出願を提出し、より大規模な第三小臨床試験を行う想定を示した。ありがとうございます。